皆様こんにちは、ルミロックスとはるきです。今回は、ゲストをお招きして帯結びの実演をしていただきます。自己紹介お願いします。はい、熊本から来ました、熊本で着付け教室ブランレッドを、主催しております千葉と申します。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。千葉さん、今回はどんな帯結びを実演していただけるんですか？はい、ルミロックの、ギラヘコを使って、エヴァの初号機の顔を、再現してみたいと思います。はい、それではどうぞ。必要なものはギラヘコ、紫と銀色の面を使います。帯揚げは紫もしくは銀色もしくは近い暗めの色を使われた方が帯と同化します。と、帯締めはシルバーの面が出るように今回使います。輪ゴムを1つ、三重仮紐を1つ、後輪ベルトは2つ、最後に色紙や画用紙でオレンジ色の目を作ってください。帯を半分にして胴に2周します。2周したら手先を上にして一締めします。手先と垂れ先の長さを確認して、手先の方が20センチぐらい長くなるように胴に巻きます。手先の先を紫が表に出るように斜めに巻いて最初の角を作ります。輪ゴムで留めたら背中に合わせて長さを確認します。後輪ベルトで角の根元を固定して斜めに背中に沿わせます。手先の結び目から角までの間を広げて銀色の方を出します。三重仮紐を背中に結びます。
角の根元から手幅一つ分ぐらいを取って三重仮紐の一番下にはめ込みます。手先の残りを軽くつまんで三重仮ひもの2本ゴムの下に挟みます。垂れ先を三重仮ひもの一番下に挟んで上に引き上げます。垂れ先の右端を少し折って角度をつけます。垂れ先の左側の角は背中に埋め込みます。ここでもう一つ後輪ベルトを使って右側と左側の頭の根元を固定します。タレの余りを使って三重ひもの真ん中と、一番表のゴムに順番に紫色の綿の帯をかけていきます。
一番最後にかけた三重仮紐の上に帯揚げを乗せます。右側にある紫の面は垂れ元になります。余りを帯締めの下に折り込んでクリップで留めておきます。左側の銀色の部分は手先の結び目の根元になります。顎の形を作っていくため三角になるように形を整えて中に帯締めを通して一気に結んでいきます。最後に形を整えて目をつけてあげれば終了です。はい、千葉さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。この帯結びをするにあたって千葉さんから何か皆さんにアドバイスってありますか？はい、アドバイスと言いますか、バランスを取るのが角度だったり幅だったり要所要所のバランスを取るのがとても難しいところかなとは思いますので、皆様も微調整しながらいろんな参考資料を見ながらちょっとチャレンジしていただければなと思います。はい、ありがとうございます。千葉さんは他にもいろんな帯結びをされてるんですよね。はい、はい、インスタグラムとかツイッターとかいろいろアップして、はい、そちらで見れる、はい、はい、概要欄に、千葉さんのインスタグラムとツイッターのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございます。気に入っていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録をぜひお願いいたします。ありがとうございます。